やあ皆さん、ポルトガルよ、大志を抱け。ポルトガルの野望、アンビシャス。トータルウォー将軍トゥポルトガルキャンペーンモッドのプレイ動画へようこそ。前回はこのヒューガ、そして大隅、そして薩摩、この3つの都市を保有していた豪族島津家攻め落としました。もう滅亡し、もう形もないですね。まずね、我々は、この島津の土地の宗教をキリスト教に塗り替えます。そして、力をつけた後、この長宗我部の土佐を攻めに行きますね。なんとしてもね、京都を攻め落として我々が将軍にならなければならないんですよ。そのルートをね、長宗我部が押さえてるんですね。四国ルート、そして、中国地方ももうすでに長宗我部の土地になっちゃってるんですね。この黒いのがそうです。なのでね、しばらく内政になりますね。ゆっくりやっていきましょう。で、南蛮交易船を作るのに必要な研究、これですね。熟練水軍。これでキャラベルが作れるようになるんですよ。だからそこまではね、ひたすら内政しかないな。あ、そうだ。ここ空いてるんだ。あ、そういえば作ったかな？作ってる最中かな？あ、最中ですね。あと一旦経ったら交易船をここに配置して、東シナ海の方のなんか、よくわかんない国との交易が始まるんですね。大隅が、今、民心がマイナス1なんじゃないかな。そうですね。まあ、マイナス1は多分次のターンにプラスになるんで気にする必要ないでしょ。ここはプラス1かな。プラス2だな。まあ問題ないだろう。問題ないかな。ちょっと待ってくれ。念のため、一応、宣教師を持ってっとくか。これでプラス 2? なら、な、0だね。まあ、次のターンには1にはなる、1になるでしょうね。じゃあ、レベル上げから始めよう。もう全部で、電動車でいいや。電動車にすれば、国を回収させる意欲が上がるので、キリスト教の増加する速度が上がりますね。配下はトレードの剣。人物への暗殺が成功する確率マイナス 10%。または、回収した侍。国を回収させる意欲がプラス1と。じゃあ、回収した侍の方がいいや。というか、トレードの剣って何？それ、生遺物なんじゃないの？持ってきていいのかい？ヒューガ。あ、そうだ、ヒューガにはまだチャペルが立ってないや。なので、この槍。槍道場をぶっ壊して、この空いたところにチャペル建てましょう。で、農場アップグレードして、食料3手に入れましょう。不毛な土壌なので、アップグレードしても収入は見込めないんですが、食料が3手に入りますからね。食料を消費して建てる、こういう城とかをね、アップグレード、後でできますから。こんなところかな。あ、でもあとお金が2450あるな。どっかで南蛮交易港を作ろうかな。ここは？あ、そう、ここだね。じゃあターン終了だな。ああ。あ、できましたね。彼で、ここ押さえましょう。次のターンですね。2ターンかかりますね。五島列島今、ああ、そうだ。忍者雇ったままだったんだ。使ってなかったんだね。じゃあ、長宗我部の方の密偵を行いましょうか。彼でね。密偵として働いてもらおう。どの辺りから行こうかな。まずは日向まで行ってもらおう。日向から行って、まあ、この辺りを見ながらね。もしかしたら長宗我部が大内を攻めてくるかもしれませんから、最悪のパターンですよね。そしたらまた九州がね、戦いの渦に巻き込まれてしまいますよね。
警戒だけしておきましょう。うん、3300お金あるよ。どうしよう。あ、五島列島アップグレードしようかな。フォートレス。確かな足場がなければ、振り上げた刀が当たることはない。ついに五島列島に要塞が立ってしまいました。もうね、このキリスト教の根城を落とすことは誰もできないだろう。というかもうここまで来れないだろう。で、お金ないんでターン終了ですね。にしても超速壁がでかいな。レベルアップしたようですね。海の道の研究が完了しました。南蛮交易船作るにはあと14ターンかかるな。長い。レベルアップしたのは誰だ。あ、どこにいんのかわからん。あ、ここか。ここですね。目付けもレベルアップしてますね。何でもいいや、包丁でいいかな。はいか。将棋または組長。将棋はゲームではない、戦争だ。血は流れないが。または組長。彼らは私が言うように主と言うでしょう。そして我々は、それにより利益を得るつもりです。この国の抑圧プラスに、組長でいいか。特に、意味はない、意味はない。目付け、とりあえずね、置いとけば、民心が上がるんですよ。だから、特に考える必要ないですね。宣教師もね、この国を回収させる系のスキルを取っていけば問題ないでしょう。回収した作動師判題。あ、これ前読んだな。静止編。人物を回収させるよく。まあ、これでいい感じじゃ。14ターン長いな。ヒューガにチャペル建てましょう。そしてここも、キリスト教布教しないとね。ヒューガのキリストは今いくつなんだろうな。26.4%。全然増えないな。宣教師が言えないともう全然ダメですね。どうしような。ヒューガ、なんかね、つくしが戦争に巻き込まれそうな気がするんで、ここ、城アップグレードしようかな。あ、お金ないわ。じゃあ、ターン終了かな。次、フォートレスを建てるお金が必要なので、ちょっとまだ君そこにいたのか。あ、抑えたわ。これでさらに収益が増えるでしょう。おい来やがった。あ、取り返した。いやー、超速壁が、なんだ?将軍エイトっていうのかな、これ。強豪士族の大名が自らのことを将軍だと宣言し、かの士族の権力を主張した、織田。おい、織田包囲網作るしかないんじゃないのか。ちょっとあまりにも遠すぎるよね。もう我々は超速壁と戦うしかない。というかもう、水軍研究するまで待つしかない。で、なんかね、怪しいね、この辺りがね。一進一退の攻防やってるよね。もう、増やしとかないとダメだな。内政一旦終了だね。あ、ここ雇えないんだ。じゃあ、マスケット。雇える。あとここで確かソードマン雇えて、ここでマスケットが3部隊だよね。三段打ちができる方を雇いましょう。あ、2部隊か。全然いないな。どっかであと1個ぐらいマスケット作れる城増やそうかな。そうなるとな、どこだろう。悩みますね。ヒューガあたりがいいかな。随分かわいいね。あ、あ、あ、おい、
もう来ちゃったぞ、海ルートで。いや待ってくれ、まあ海の道研究したから何かしら作れるんじゃないのかな。ダメだ、交易船しかない。これ撤退するしかないね。いやめんどくさいのが来ちゃったな。じゃあちょっと忍者で偵察しよう。ここら辺はいないみたいだね。それだけでございます。仰せの通り。もういないのかな。五島列島はさすがに落ちないと思うんですよね。一応将軍いますしね。影時さん。あとでお金貯めて、じゃあ兵貯めて輸送しよう。じゃあ。どうしような、時間が問題だよな。14ターンですからね。そんだけあれば長宗我部はその自慢の国力を使ってそのまま五島列島来ちゃう場合もあるな。でもな、南蛮交易船必要だよな。やっぱ我慢しよう、耐えましょう。耐えるしかないですね。ヒューがアップグレードしよう。そしてここにマスケットを作ることのできる建物を建てましょう。あ、新たに雇いますね、宣教師。じゃあこの宣教師は次のターンにヒューガに行ってもらいましょう。ヒューガも、ヒューガはね、全然キリスト教徒いないですから。で、お金2000ありますが、アップグレードしちゃおう、ここも。ターン終了。帰ってったな。戦ってますね。これ間に合うか。お、宗教問題。この国の善良なキリシタンたちに公然と仏教の教えを説く輩が発見されました。この輩が説く仏教の教えは我らが領民に悪い影響を与えつつあるようでございます。あ、このままではこの国で宗教分裂が起こる恐れがありますが、我らにはそれを対処するだけの余裕はありません。このような我らが、このような我らが信ずる教えと正反対な教えで、我が民の心を堕落させるようとは捨ておけぬ。今すぐ奴を始末するのだ。もうこれだろ、これしかないだろ。または、我らと違う信仰を持っているからといって、人々を迫害するほど落ちぶれはせんよ。彼らとで、かつては仏教徒であった、ではないか。こういう考え方がダメなんだよ。異端審問官を派遣しよう。殺害だよ。レベルアップしてる。もういちいち喋るのめんどくさいんで、これもう さっきと同じなんでね、パパパってやっちゃいましょう。あ、彼移動させないとね、新しく雇った彼を。で、いかにも今、薩摩にいるユニットは、これ、出しちゃって大丈夫かな？大丈夫ですね。彼を、つくしへ持っていきましょう。多分次のターンね、武前落ちちゃいますね。武前落ちると厄介なんでね。二面戦争ですから。ここにいるユニットも、つくしに返そう。でも全部返しちゃっていいかもな。あととにかく徴兵ですね。ヒューガーもう、あ、まだアップグレード終わってないな。とりあえず、うん、チャペルはまだ早いな。今ではないな。どうしような。これはもうお金取っとくか。どうしよう。やっぱマスケット作るか。ターン終了ですね。何かお役に立てる。
船はこう上の方から来ますよね。長宗我部の軍もこの山口県かな、もうこの辺りから来るんで、多分やっぱ中国地方に全軍いるんでしょうね。土佐攻めれば楽そうなんですが、まだ船ができないのでね、できないので内政しかないな。やっぱ落ちたな。戦うしかない。進む。まだマスケットが1部隊しかないぞ。運ぶしかない。船よ、どこにある？あった。この船ここまで持っていこう。彼らが邪魔だな。マスケット運べないな。マスケットないと勝てないかもしんないな。いや、だんだん難しくなってきたぞ。ターン終了しましょう。っていうか織田の大きさが問題ですよね。どんぐらいでかいだろう。あ、火薬の兵法が習得終わったんかな。いや違う、次火薬の兵法ですね。あと4ターンだ。しぶとく待ちましょう。あと4ターン経てばキャラベルが作れる。英語で何書いてあるのか分かんないけど、多分これが全然読めない。多分これが大筒の射程、多分そうですね。これがあの強い船だと思うんだよな、キャラベル。あと4ターンだ。待とう。キャラベルを買う金を貯めておきましょう。そしてどさくさに紛れて雇ったマスケットを下ろそう。今いないですから。お、あー、文豪もう落ちるかな。ほら大変だな。九州がまた戦火の渦に巻き込まれてしまう。なんだなんだ。え、誰かが死んだみたいですね。土地への移民、農作物の収穫の不安定さに加え、手に職を持つ職人や商人たちの実入り身入りの良さに惹かれ、百姓たちは慣れ親しんだ土地を離れ町に流入しているようでございますと、うん、土地を耕す百姓というものは常に存在するのだ。我が一族はこの移民たちによってもたらされる経済のさらなる発展という利益を享受しようではないか。まあ、我々が移民だしな。そうやっちゃうとね、今度食料減っちゃうかもしんないからな。または、商人や、これ中華系っていうのかな。中華系やどもなど、目障りな存在でしかない。一族の繁栄は、百姓たちが汗水垂らして働くことによってもたらされるのである。どうしよう。食料なくなっちゃうイベントが発生してほしくないので、農民の方を選ぼうかな。移民を阻止。で、キャラベル雇うお金を貯めるために、今回は内政はやめよう。あ、忍者も雇えるわ。忍者は雇っておこう。マスケットと乗せましょう。この将軍はとりあえず置いとくか。最悪の状況を考えて、五島列島に将軍を置いておきましょう。で、この陸軍を、肥前に下ろそう。次のターンには尽くし行けますからね。で、雇うか。
お墨は？じゃあ大墨は？キリシタン 100% だな。じゃあここにいる宣教師2人はもういらないな。ヒューが行ってもらおう。ああそうだ、じゃあここにマスケットを作る、なんだどれだっけな、これですね、道場を建てておきましょう。今食料は5だ、じゃあ取っておこう。ここもだな、ここもマスケット作る道場を建てておいてターン終了ですね。お金なくなっちゃった。ただ武前は我々が支配できそうですね。あ、武前大隅が取り返したな。じゃあ大内が、余計なことしなくていいよ、我々が取ってやっから。じゃああとターン終了かな、もうお金貯めよう。うおなんだこれ、長宗我部と織田が戦争始まったって。ちょっと待ってくれ、長宗我部と織田が戦争を始めるっていうことは、もう織田多分この辺りまで来てんじゃない、やばいな、多分豊臣とかいんのかな、待ってくれよ、あと研究2段か、待つしかない。じゃあ入って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 くれよ。あー目付けがレベルアップしましたね、まあそれ後ででいいや。こんだけいればね、もう絶対落とせるよ。武前。ここでもマスケットが雇えますね。ちょっとマスケット多すぎだな、いんないな。マスケットよりもパイクマンが必要な気がしてきたな。まあ、ソーズマンでもいいや。まあ、いるだけマシかな。で、ターン終了ですね。早く南蛮交易船が作りたい。戦ってるんでしょうね、戦ってるようには見えないけどね。さあ熟練水軍が終わりましたね。干ばつ尽くし、干ばつが発生してしまったため、この国の農業が深刻な被害を受け、農作物が不足することとなってしまいました。尽くし、この前津波来たよね、今回干ばつかよ、忙しいよほんと。じゃあ今度ここだな、波を耕す、これ何、海は残酷な女王、人の手によってより残酷になる。これでガレ温泉を作れますね、これ黒船だな、絵的には黒船ですね。ここまで行きましょう。あー黒船もいいんだけど、大砲も作りたいんだよな。大砲行っちゃおうかな、大砲行きましょう。でこれで南蛮交易船作れるはずなんですよね。これが南蛮交易船だったかどうかがちょっと記憶にないんだよな。でも大筒の射程がね700だからな、多分そうだと思うんですよね。ポーツ、あー多分そうだと思うんだよな。雇ってみるか。全都市で南蛮交易船を増やしていこう。あ、違う。これミリタリーポートだ。これ破壊しないと。やっちまった。しかもここ南蛮交易港立ってないし。今織田と長宗我部が戦っているんであれば、長宗我部を攻めるならほんと今だね、今しかないかもね。新たな将軍が仲間になりました、登用しましょう。これで今五島列島には2人将軍がいるのかな、いますね。彼は船に乗せよう。次のターン、はは。
ご命令を。じゃあお金ないんでターン終了ですね。いつでも次のご命令を。今大内との軍事通行権は あるんかな。ちょっと確かめようかな。余計なことはしない方がいいか。大内との軍事通行権を増やそうかな。I'm honored to receive you. ミリタリーアクセス。これ20ターンだな。貴殿のような友からこのような申し出を断ることができようか。いや、できん。軍事通行権結びましたね。これもうね、武前通り越して、長門または、これ、スオって読むのかな。この辺り攻めちゃおうかな。ああ、これ二股に分かれてるから攻めんの、やめた方がいいかもしんないな。ちょっと見えてるよね、城が。どうすっかな。今、将軍は、あ、そうだ。忍者が殺されたんだ。なるほど。じゃあ、どうしよう。まあ、やっぱ内政しかないな。もう今回はほんと内政動画になっちゃいますね。トータローはね、どっかで内政動画作る羽目になっちゃうんですよね。次はいかがいたしましょう。あ、見てください、今。長宗我部が小さくなった。あー、これ、やばい。やばいぞ。信長が相当でかいぞ。もうめんどくさいやつがいるよ、ほんとに。これ何番攻撃戦じゃねえの。ついにできてしまったか。もう量産していかないとな。じゃあこれをとりあえずここに停泊させよう。そんで今ヒューガにいる将軍ライオネル・ディ・ソーサを乗せて土佐に行こうかな。もうちょっと数貯めたらね、貯めたら行きましょう。ターン終了ですね。ものすごい勢いだぞ。どんだけだよ。これ今俺土佐行っちゃっていいのかな。なんかダメな気がしてきたな。その侵略速度はどうなってんの。ターン終了。早すぎるだろ。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。1ターンに1つの都市を落としてるよ。これ絶対信長しかないでしょ。信長はね、足軽が強すぎるんですよね、このゲーム。いや、待ってくれ。これ絶対この勢いで無前まで来るだろう。多分ここ主戦場ですね。こんだけ集めといてよかったわ。仮に、つくしまで来るとしたら、ここに道路建てておくべきでしょ。補充率が上がるんだよね、兵の補充率が。で、新たに製造した船はまだできてないのか。で、ターン終了ですね。おお、見てくれ、今度ここ落としたよ。あ九州が。おい、ちょっと待ってくれ。これは文豪落とすしかないな。行くしかない。全軍で行こう。江村貞隆さん。戦力は大体一緒ですね。相手は弓が多いですね。このゲームでは長宗我部は弓が強いんですよね。だからなんでしょうね。ただあまりにも弓多すぎないか。やり足が少ないな。これまず方位ですね。そして工作員の一人を派遣しよう。違う、それではない。それによって士気を上げましょう。今のうちにレベルアップもやっとくか。国を回収させる力とこれだな。
間違いなくこれ織田でしょう。長門落としたみたいだけど、まあ、見に行く暇ないな。まあ見に行ってもいいんだけど、これさ多分五島列島攻めてくる可能性も考えて南蛮攻撃戦一部隊置いときます。じゃあ次のターン終了ですね。もうお金なくなってきちゃったな。あ、出てきましたね。じゃあやろう。じゃあ今回は野戦ですね。今回はこの野戦をやったら一旦動画切りましょう。長くなっちゃうんでね。本当はね、どっかの都市を落としたかったんですよね。ただね、研究があまりにも遠すぎましたね。船の道。まあ、次はね、多分、豊前を攻めることになるかな。織田との戦闘もね、視野に入れながら、ゲームを進めていくことになりそうですね。間違いなく織田でしょう。もう中国まで一瞬できたな。早すぎるだろ。上杉の演説始まります。いざ上杉の武者ども、親兄弟のことは考えるな。お家に対する揺るぎないお務めと信心だけを念頭に置け。その先に勝利はある。いつか長宗我部も天下取りでの己の立場を理解するかもしれぬ。だがそれはわしの愛馬が歌を読めるようになるのと同じくらい遠い日のことじゃろう。敵将は配下の武者を見くびっており様子。その数を減らしているがため婦人は弱体化しておる。これを機に全力で攻め上げよう。いざ勝利に向かって前進。我が心は敵の滅亡に捧げ、武士らも従え。かっこいいな演説が。いやーどうすっかな。この山うまく使うしかないね。まず槍と剣をね、まとめて置いといて、マスケットをどう配置するかだよね。ここにいる彼らはもう一旦後ろだな。ああ。とりあえず横一列でいいかな。ああ。これしかないかな。槍も横一列でいいかな。で、マーチェントクルーもう使えないからな。もう置いといて。あ、なんだなんだ。あ、まだ槍だったか。まあ、これでターン終了かな。そっちから来んのかよ。そっちかよ。ちょっと待ってくれよ。もう聞いてないよ。やばい、忙しいな、最初から。やりましょう。これ間に合わないかもしんないな。これ負けたくないぞ。これ負けたらやばいな。これマーチェントクルー捨て駒にしないとダメだな。弓の方がね、射程が長いんですよ。日本の弓は長級ですから。もう走ってきてるぞ。これもう撃つことになるな。相手ものすごい速さだぞ。弓の射程の距離の長さよ。この長宗我部はそれができるからな。ただ我々も待つしかないな。
これデコイとして使うしかないな。下げた方がいいのかな。なんか待ってるな。チャージ来たかな。なちょっと待って、ちょっと待って。火の弓か。交易商でチャージしようかな、我々も。下げよう、この辺り。一旦下げましょう。これ下げよう。下げないとダメなんだよ。ああ、戦ってた。あ、でも弓結構使えるね。もうこうですね、今度は。将軍かな、これ。将軍ではないな。将軍がやばいっつってるな。そうでもないだろう。あ、将軍狙ってきてるな。あー、我々の槍足軽はまだほぼ無傷ですから、なんか勝てそうな気がしてきたな。これここに置いとこう。この槍足軽は死ぬかな。死なないな。ソードマンでこれチャージだな。マスケット下げよう。ソードマンの見た目は大したことないな。服装一緒ですね。チャージしていっちゃっていいんじゃないの。あれ将軍じゃないか、あれは。井村貞隆。あ、そうだな、将軍だな。ジェネラルって書いてあんな。井村貞隆やっちゃえば多分勝ちですね。相手指揮崩壊して。井村貞隆狙うか。じゃあマスケット前に出しましょう。あ、でも誤射するんだよな。これほんと使いづらいですよ、マスケット。でも勝てればいいか。まあしょうがないか、誤射ぐらい。あ、俺勝ったんじゃないか。江村貞隆多分死にましたね。じゃああとは相手が指揮崩壊するのを待つだけですね。うん、勝ちましたね。じゃあ絵として入るもんが一切なかったが、エンドバトルとしましょう。よし。今日はこれぐらいだな。これぐらいといっても多分50分ぐらいはやってるかもしれないですね。超速壁を倒したのはいいように見えて悪いのかもしれないですね。今多分超速壁のユニット減りましたから、ものすごい勢いでまた織田が攻めてくることになるでしょうね。長崎。え？あ、発達の焦点。ちょっと待ってくれ。我が一族の技術への精通。あれか。どっちかを選ぶと武士道系または経済系のどっちかの研究速度が上がる。あれですね、
これ今は軍事だよ。これここ来たか。もうさ、一旦見たいな。南蛮交易船の強さを。見ましょう。今回2本立てにしましょう。戦いの始まりだ。僕トータルウォーでほぼ海戦は自動戦闘でやっちゃうんですよ。めんどくさくて。ただサムネを作るために今回は動画撮ります。あとフリーゲートかな。これはフリーゲートではないのかな。ガレオンかな。見てみたいんですよね。かっこいいな。これやっといてよかったわ。でスタートバトルだな。まああんな余裕だろう。もうこれど真ん中行っちゃおうよ。ネルソン提督みたいに。ネルソンタッチやろう。いいな、これサムネでしょ。ついに来たな。多分このサムネを見た人はね、我々が土佐を攻めてるんじゃないかと勘違いするでしょうね。攻めてないんですね。でもちょっと暇なんで、これ早送りだ。そう、これ前は撃てないんですよ、これ。横なんですね。大砲横についてますからね。だからど真ん中行くのがベストなんですよ。そう、ネルソンタッチ。ネルソンタッチやりましょう。皆さん。遅いですね。ちょっと待ってください。戻そう、スピード。見てください、この日本の木造船。最近北朝鮮に漂着、北朝鮮の木造船みたいな感じじゃないですか。何でしたっけ、北海道のよくわかんない島。ストーブとか冷蔵庫とか盗んだり、配電盤も盗んで、配電盤のコードも盗んで、釘まで持ってっちゃったんですよね。どんだけ困窮してるんだよ、北朝鮮は。そう、こういう感じで。政治の話もしながらトータルウォーやりましょう。もうトータルウォーは日記みたいなもんですよ、私にとっては。ちょっと遅いからちょっと早送りかな。もうそろそろ多分戦い始まるんで、もう撃ってきてたりすんのかな、彼らは。あ、弓撃ってますね。弓撃ったところでどうにかなる船じゃないぞ。これ意味なんかないからな。さあ、そろそろ撃つんじゃない。あ、銃撃ってんだね、マスケット。我々はマスケットも使えるし、大砲も撃てると。これアサシンクリード4だよ。もう撃つんかな。おおお、撃った撃った撃った、大砲だ。これはもう余裕だろ。コッパみじんになるんじゃないの。まだそうでもないんだな。ちょっと交代した方がいいんじゃないの。後ろに戻るってのはないのかな。そんな機能はないか。これ撃つのめんどくさいな。これ回ってもらわないとな。早送りですね。早送りしかない。あ、これでいいじゃん。これもうダメじゃねん、これ。これまさに北朝鮮の船状態だよ。これなんだよ、これ。魚？違う。あ、侍が溺れてる。まあ俺これ、俺ブログに載せるわ、お前。お前のこと俺ブログに載せてやるよ。終わってしまった。セーブしましょう。これで今日の動画終わりにしよう。寝ましょう。今現在朝の3時です。寝よう。もう無傷だよ。
こんなもんでしょう。やっぱ強いな、南蛮交易船。ということでね、次回は文豪として豊前も落とすことになりますね。そしたらね、長宗我部と戦いつつも多分ここ中国地方を抑えたのは信長だと思うので、信長との戦いも行わなければいけない。全面戦争だ。面白くなってきましたね。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら。